どうも MT ピッコナです。キャンプや登山のアウトドア動画をお届けしています。それではチャンネルスタート。ほら、テントテントキャンプしてる。すごいテント張ってるよ、見て。すごいね、広いな、テントサイト。ここでさ、テント張ってキャンプで楽しむ部隊と登山部隊とっていう風に分かれてもいいかもね、これね。はい、今回はですね、栃木県と群馬県の県境にある日光白根という山に登っていきたいと思います。この山は2578m の山になりまして、関東地方では最高峰の山になります。この日光白根より北にはですね、この山より高い山はないですね。日本百名山の一つでもあるので、景色も非常に良くてですね、ぜひ一度登っていただきたい山かなというふうに思います。それではもう全貌が見えてるんですけれども、わかりますかね、日光白根全貌が見えてます。これからあそこに登っていきたいと思います。行ってきます。今回登る日光白根山は関東最高峰の山になります。日光白根ロープウェイで山頂駅まで向かい、そこから徒歩で山頂を目指します。帰りがけ、三田ヶ池、五色沼方面を通るコースを歩きたいと思います。安全祈願して登山の無事を願っていきたいと思います。なんで山に入るのにさ扉があるの？あの野生動物の保護地区。動物がいるってこと？そう。何がいるの？鹿と熊とタヌキ。ウサギは？いるかな、ウサギ。ムサキとかいるのかな。歩きやすい。最初は道が全部舗装されてて。気持ちいいね、ここ。白根山こっち。森の豆知識だって。白根山は八ヶ岳、白馬岳とともに高山植物の三大宝庫。あ、この白根葵って有名だよね。お花？
お花だと思う。多分今時期が違うかな。何月ぐらいに咲いてんの？なんか初夏だったような気がする、確か。まあいや、いっか。なんか急に登山道っぽくなってきた。すごい岩だって、見て。すごい気持ちいい道だな。ね、しっかり整備もされてて歩きやすいよね。いや、まだ歩いて10分くらいしか経ってないだろう。2時間くらいじゃん。この森林限界に入ると多分割とちょっと地図見る感じだともっと急登になってくる感じだけど、ね、まだそんなんでもないんかな。あと何分ぐらい？多分あと15分も歩けば。今1時間30分くらい登ってきたんですけど、だいぶ景色が変わってきましたね。さっきの樹林帯からもうだいぶ木々の背が低くなってきたんで、そろそろ森林限界に行くのかな。あ、見て、あれなんだろう、飛んでちゃった。よいしょ。お、なんか一気に景色変わったよ。わーわー、すごいすごい。おー、あれが山頂か。おー、なんかかっこいいよ、あの木、見て。枯れちゃって上がってるのかな。うん、うん、かっこいいな。すごいね。おお、かっこいい山だな。Thank you.
でご飯食べてもいいよね。なんかでも何にも見えないよここじゃ。俺こんな混んでる山初めて来た。あれが五色沼。何？青いね。青いね。気をつけて足元。うん。着ないと。三田外景。おすごい景色もめちゃめちゃいいじゃんここ。え？いやガスってるけどさ。すごいよほら。うわ怖いなここ。でカレーうどんを作っていきたいと思います。ちょっと二人用だからめっちゃでかいの持ってきた。いただきます。めっちゃ寒いから超うまそう。うまいこれはうまい。
色も最高最高だな。はい、これから下山したいと思いますが、ちょっとずっと頂上で粘ってたんですけど、もうガスっちゃって、景色はこんな感じですね。残念ながらちょっと景色展望は良くなかったんですけど、まあこれも山の一つの顔なんでしょうがないですね。じゃあこれから下山します。あそこの池よって、ここに三ヶ岳ですか。結構急だな。しかし池見える？あ、あれか。あ、ここ入っていいんだ。おお。あ、あっちが五色沼か。お、池が見えてきたよ。あれが三ヶ岳池だ。これ 300m もある？うん、なんかあるんか。これが三ヶ岳池。綺麗やね。こんなにいるのかな。見えないな。みんなそうか。どうだった？綺麗だった？これはこっちに行くと座禅山か。この七色平、七色平の方が、うん、短い。うん、ちょっと時間がないから今日はこっちかな。ここなんか季節によっては花がすごいんだろうね。なんかこれがあれかな。あ、知らねえ青い、うん、いやどうだろう、わかんない。でも、もう一面だよ、すごい。すごいな、本当に。すごいね。うん。出てこないかな。出てこない。ヤックルいない？ここ展望いい場所だって。うん。うわ、すーごい。何も見えない。ね。ねえ。ベンチあるじゃん。やばいんだけど。おー。まあでも幻想的っちゃ幻想的かな。すごい新しいって。なんかシーンとしてる。
クロール着いたな。はい、ロール。天空の足湯だって。めちゃめちゃ気持ちよさそうじゃん、ね、こんなんなんだね、うん。これ晴れてたら最高の気分だよね。ということで、日光白根登山無事に下山することができました。この山もかなり初心者向けですね。今日登ったコースが、日光白根ロープウェイで、上まで行って、そこから、山頂を目指すといったコースだったんですけれども、2時間ちょっとくらいですかね。で、登れるので、小さい子からお年寄りの方まで、本当に幅広い年齢層の方が登ってらっしゃったので、本当に初心者の方でもかなり簡単に登れる山かなと思いました。で、ぜひ関東で最高峰っていうところと、日本百名山でもあるので、素晴らしい、今日はかなりガスっててなかなか景色が良くなかったんですけれども、ぜひ皆さん来て、素晴らしい展望を見ていただけたらと思います。それではまた。はい、今ですね、日光白根の登山が終わって、でそこから関越自動車道のインターに向かう途中に、吹割の滝っていう、東洋のナイアガラって呼ばれてるところがあるみたいなので、そこに、ちょっと立ち寄ってみました。すごいみたいなんで、ちょっとこれはちょっと一度見たかなという感じです。楽しみ。ご視聴ありがとうございます。面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方お願いします。